こんにちは。どうも。お昼休みだね。そうだね。お昼休みなうかな、みんな今。お昼休み。あ、浅田さん。おさむハットありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ハート。キュン。ありがとうね。うん、なるくんもハートありがとう。あ、あっちゃんもありがとうございます。キュンキュン。キュキュン。キュキュン。ありがとうね。こんにちは。え、むっちゃん阪神優勝さん、こんにちは。え、ウニール大佐ひかる、ハートありがとう。ありがとうございます。お昼キュン。え、テンさん、ウニール大佐ハートありがとうね。ありがとう。あ、20分からお昼休みの方もいらっしゃるんだ。へー、こんにちは、ありがとうね。どうも。風が強い。そうなの。ご飯食べてた。あ、もう食べましたって方もいらっしゃる。うん、バチ声出ないよ。安彦さん、ゆる人いたさん、こんにちは。兄ちゃん、ありがとう。雪降ってる。そっか、めっちゃ寒くなるらしいからね。雪気をつけてね。わわわさん、わたるさん、札幌ララさん、こんにちは、ありがとう。ミカラムさん、アキラくん、ツリユウさん、こんにちは、ありがとうございます。お題がわからないんですが、え、どういうこと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 。はやぶささん、しサブローさん、こんにちは、ありがとうございます。ラスク、こんにちは、ありがとうね。ありがとう。ランタンさん、こんにちは。え、そうたなんか、こんにちは。ありがとう。どうも。オムライス。アッキー、シドさん、わわわさん、こんにちは。風強いのも怖いね。嫌だ、風強いの。雨、まあ、雨も、うん、うん、風強いの嫌だ。怖い。おんちゃん、おまめさん、こんにちは。音が怖い、うん。音が怖いし、すごく寒く感じるし。なんかめっちゃ大きいものが飛んできたらどうしようってすごい考えちゃう。うん。やだね。みんな飛ばされないように。うん。いなりんさん、こうさん、こんにちは、ありがとう。ギブンスさん、小沢さん、こんにちは、ありがとう。そう、マー君、こんにちは、ありがとうございます。
大阪でも降った？わあすごいすごいね。それはなかなか降らないんでしょ。BPM 23こんにちは、ありがとうございます。ありがとう。はじめさんこんにちは、こうさんこんにちは。いい天気。チョコチップさん、モンゴルさんこんにちは、ありがとう。三連ちゃん、さこにちゃん、うん、寒くないよ。ジェームズさん、お昼休み中、ありがとうね、お昼休み中来てくれて。そんな風強いの。下北ありがとうございます。チケットありがとうね。うん、目玉の親父さんこんにちは、ありがとう。リップさんこんにちは。七草がゆね、今日は七草がゆの日ですね。おかゆ、私おかゆ自体はすごい好きですね。なんか一時期すごいおかゆにハマってた、なぜかめっちゃおかゆにハマってた。ヒョロさん、こんにちは。茶がゆ、茶がゆはもう食べたことない。お茶漬けってこと？がゆ？私は特に何も、あ、下北のチケットありがとうございます。ありがとう。おじや、あーおじやはいいね。おじやって鍋の締めみたいなこと。グロリアさん、横物おじさんこんにちは。下北のチケットありがとうございます。ありがとう。佐藤たき卵豆腐さん、こんにちは。うんおじや、
日は7時からね、下北 FM があるのでね、ぜひ。マーチンさん、ともみさん、こんにちは。トシ君こんにちは、ありがとう。鍋の締めはラーメンかご飯か、私はご飯かな、ものによるけどね、鍋の。台風一家さん、リッキーさん、こんにちは。ゲミさん、こんにちは。スタジオね、懐かしいね。津田ひろみさん、こんにちは。うどんかお餅、お餅何、お餅。千秋さん、甘神姫さん、こんにちは、ありがとうございます。お餅入れたことない、締めに。締めがないです。あ、スープとか余らないの？その時にご飯食べてたとしてもさ、次の日のためなんか、なんでもない。ペッケネオさん、こんにちは、ありがとう。ランチしないでみるか。なんでランチしないよ。どうして、この後食べれるの？この後食べれるならいいけどさ、食べれないなら食べな。クロさん、こんにちは。ゴン太郎さん、こんにちは。もやっとして、もや。あ、612日ありがとうございます。ヒロさん、こんにちは。後で食べれる本当ならいいんですけどね。そうなのならば、612日ありがとうございます。612、ラベちゃん、こんにちは、ありがとう。そんなに今日そんなもやってる、マジもやもや。もやもやしてますね。久々にマッサージしよっかな。そんな。あ、先にご飯を食べようか。ご飯を食べようか。
餅食べないで終わった。あ、そうなの。私のお餅あげようか。待ってるよ。画質やばいかと思った。親が晴れた。あ、本当？カメラが悪かったんじゃない？もち？もちあげる。ザービンさん、こんにちは。あげるよ。お餅の気持ち？なんだっけ？え、なんだっけそれ？なんか聞いたことある。お餅の気持ち？なんだっけ？サイン入りお餅。おふるさん、こんにちは。欲しい。全然あげる。餅を配るアイドル。私が余らせた餅。あ、午後のお仕事。行ってらっしゃい。ありがとうね、来てくれて。アンディさん、こんにちは。餅ドル。餅ドル。伸びる。お餅配布。餅のる最高。最高な。もち。いただきます。いや、お餅も確かに美味しいかもね。宮城の。ももってんさん、こんにちは。ありがとう。お年玉がお餅？へえ。え、どうなんだろう、宮城のお餅って。よく、あんま意識したことないな。まっこざかさん、こんにちは。みんな映った。私丸餅食べてみたい。
食べたことない丸餅。西日本は丸餅？丸餅美味しそうね。白味噌のお雑煮も食べたことない。一緒。でも見た目可愛いなって思っちゃう、丸い方が。そう、うん、美味しそうに見える、丸いと思う。いいな、白味噌の丸餅のお雑煮を。なんかレシピとかはあるだろうけどさ、本場で食べたい。でもああいうのって家庭料理だからどうやって食べればいい。ももさんこんにちは。昨日からずっと君のカップリングビーズが脳内再生ずっとされてる。どんちゃんこんにちは。この曲すごいなんか耳に残る。ずっと再生されてる今も。初テニスお疲れ様です。いいな、みんな着々と今年初テニスしてる。なんか私もなんとなくしか知らなかったの。君のカップリングウィズぐらい、そこぐらいしか分からなかったんだけど。耳に残る。光る音符ありがとう。でも歌詞いいよね、すごいいいと思う。なんかリズムとか、 なんかメロディーとかそういう感じで結構かわいいなみたいな、かわいいし盛り上がる曲だなみたいなイメージ強いけど、歌詞めっちゃいいと思う。うん、
新規人さんこんにちは。ああ、誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。うん、フリマかいよね。こういうんですよ、なんかイメージこういう記憶があるんだけど、なんかみたいな。違ったらごめん、そういうイメージなんだけど。ヘマケンさんこんにちは。ね、太鼓叩いてた。ギャップ萌えの歌ですかね。こんにちは、ありがとう。はねちゃん本当うまいよね、ハイコンたつじ。本当に尊敬する、すごい。私も太鼓の達人の鬼とかさ、できるようになりたい。どうやったらできるようなんだろう。やり込むしかないのかな。やっぱマイバチなの。え、あれ何、どこで買うのマイバチって太鼓屋さんってあんの。やっぱさ違うんだね、そのゲームセンターについてるさバチとさ、自分がいつも練習で使ってるバチ。みんなマイバチ、へえ。そうなんだ、やっぱ違うのかな。打ちやすい、自分が打ちやすいバチがあんのかな。そっか、奥が深いな。三上川さんこんにちは。マイスティック言ったけど全然違ったそうなんだ、経験者は語る。太鼓の達人でグレンゲやりたいな楽しそう。ゲームセンターなんて行かないもんな、ほんと。難しかった？重くてゴム感強いなんかガチだな。重いんだ。確かに重かったらね、連打とかしづらいもんね、絶対。タカさんこんにちは。ゲームセンターはプリクラぐらいですかね。プリクラ取りに行くのにゲームセンター行くみたいな。そ
そのくらいかな。そうだからあとはさ全然さクレーンゲームとかさできなくてさ、でもできたらいいよね、めっちゃよくない？だって撮りたいものを撮れるんだよ。ね、プリクラ懐かしい。もう撮らなくなったけどね。今のむずいんだ。置きやすいとこ、取りやすいとこに置いてくる。あれさ、確かにさ交渉術大事だよね。いかに店員さんの心をつかむか。あ、この人に取らせてあげたいって。え、太田さんとに。何撮りたいかな、やっぱぬいぐるみかな。ね、そうだよ。タッキーさん、こんにちは。いや、あー痛いです、痛いです。久々にやったんだよね。やばい、やっぱやっぱり日々、あー日々さ、日々やっとかないとダメなんですね、こういうのは。こういうのはちゃんと日々やっておかないと。やっぱな、慣れなんだな、これも慣れですね。わあ、ダメですね、疲労が溜まってたのかな、どうなんだろう、凝り固まってた。そうだ ね、痛いってことはダメだってことだよね。ダメだ。ういーういー、呼吸はね、こういう時忘れちゃダメなんですよ。あの筋肉が動かなくなっちゃうから、筋肉ってか、まあそう、ちゃんとね、息しなきゃね。そう、結構息止めちゃう方多いと思うんですよ。なんか無意識にね、無意識に多分止まっちゃってたみたいな。こういうこうグーって伸ばしたりとか、そういうスイッチとかストレッチとかさしてる時とか。そう、でもね、あのちゃんと呼吸した方がしっかり筋肉もほぐれてくれるし、そう、止めちゃダメなんですよ。こういうの伸びてくれる筋肉が。そう私結構息止めがちな癖があるんですよね。しげさん、こんにちは。マッサージ頑張る、ありがとう。マッサージ頑張る。ああ痛いです、痛いです、痛いです、ごめんなさい。ごめんなさい。ねだみばば、こんにちは。ね、全集中の呼吸です。ああ足の裏がやばいんだ、足の裏がやばいんだ。あー、お仕事、そうだね、もう昼休みが終わっちゃう時間だね。ありがとう、またね。
お仕事頑張ってください。ふう、はあ、張り切ってるね。振り替えの話し会完売、多かったです。あ、そうなんですか。振り替え、振り替えの話し会完売、多かった。ん、そうなんですか。ありがとうございます。ん、30日のってこと。30日に違う、30日のは、え、どうなんだろう。ちょっと今思考が追いつかない。ありがとうございます。うん、勉強頑張ってね。またね、頑張ります。頑張るんば。みんなお仕事に、お仕事に戻られる。ありがとう、来てくれて。もしもし可能か。あ、そういうことですか。あ、そういうのって押し増しですか、使えないってことですか。そういう件ってえ、どうなんだろう。でも次の1月のお話し会は大丈夫なんじゃないですかね。あ、あっちゃんキュン、ありがとう。お仕事頑張ってね。もう終わりかな、お昼休み。あっちゃんキュン、ありがとう。あっちゃんキュン、ありがとうね。またね。うん、お仕事ファイトです。ありがとう。痛い、痛いよ、痛いよ、痛いよ、痛い、痛い。あ、てんさん、食べまぼ、あっちゃん、ハートありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。いってらっしゃい。お昼休みのみんなが終わってしまった。お昼休み、まあ、まだもうちょっと見れるよってだったね。あ、第3エントリーから、え、多分いけると思いますよ。待ってます。いけると思いますので、全然大丈夫だと思うので待ってますね。ありがとう。うわー、うわー、ただこの配信はまあ1時半とかかな。1時半とかそんな感じかな。うん、いてててて、いてててて、いてててて。うん、お仕事行ってらっしゃい。お仕事行ってらっしゃいな。頑張ってね。そうだね、気をつけてね。風とか寒さとか雪とか気をつけてね。え、タカさん、こんにちは。あ、やばい、足裏くる、足裏くる、足裏くる、足裏。あ、でもちゃんとほぐしていかないとね、ダメです。しっかりと、しっかりほぐさなあかん。痛い、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 痛い。いや、はい、呼吸、はい。ふう、はい、でも呼吸すればね、痛さも紛れる気がするんですよね、ほんと。あ、最後もね、ありがとうございます。ありがとう。そう、あの、そう、逆に息を止めると、息を、
息を止めるとですね、痛いね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 、ああやばい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 、息を止めるとね痛いんですよ、逆にね余計痛くなる気がするから、そうちゃんと、ふう、いやダメだね、ほんとダメだわ、もうまた毎日しなきゃ、うん、え、ホンさんギフトありがとう、そう久々にね、あ、マッサージしながら歌を歌うっていう配信歌えるかっていう、16日は2部が空いてる、あ、ありがとう、わかるんだ、見れるんだ、ありがとう、2部が空いてるみたいです16日、え、それ以外は、それ以外はありが、それ以外は16日2部が空いてるみたいですよ、あ、本当に、え、嬉しい、ありがとう、みんなありがとう、じゃあ2部おすすめです、あ、終わった、第1部マッサージ第1部が終わりました、じゃあ次はこのコースにしよう、ちょっと待って、なんか巻くところが違ったかも、2部がおすすめです、これ合ってんのかな、そうだね、ポイントボール、え、ポイントボールなんてないんですか、私間違ってたかも、今まで巻き方間違ってた気がする、今初めてなんかちゃんと説明書読んだ、あ、こういう違う、あ、これか、チューブって何？よし、これでいこう。え、読む、説明書全然読むよ。1、2、4、5。あ、マッサージ、そういうこと。あー、痛い。痛い。それは痛いよ。さすがに。さすがにそれは痛いよ。それはさ。それはさすがにさ。痛いよ。もうなんか新しい、ああこんな方法もあった、新たな方法、なんかスタンダードなやり方を知ってたんですけど、
こういうやり方もあったんだっていう、そう、そういう発見、発見ですよ。なんか間違ってたとかじゃなくて発見。痛いな、痛い痛いな、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 こんにちは、ありがとう、ありがとうございます、こんにちは。いや相変わらず痛いわ相変わらず痛いよ、痛くて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 さ、そう、まあ足つぼも視察的なやつです痛いよ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 、うー、でもこれ新たな巻き方をさしたところで、なんかその新たな巻き方をした部分がなんか効いてるのかなみたいな、なんかそんな感じになっちゃう。もっともっと来てくださいよって思っちゃう。そこは足裏の部分はあ、もういいですもういいですもういいですってなるけど、それ以外の部分はもっともっと強くみたいな、そう思っちゃう。痛すぎるの良くない。でもね、これ慣れるとね全然痛くなくなるんですよ、足裏も。そうだからね、今いろいろ凝ってるんだと思う、足裏が。うん、そうなんです、そうそうそう。だからもう私の足裏の状態がやばい状態になって、そう張り切ってる、切ってるのかな。いやでも張り切ってもらえてね、ありがたいです。レインボーさん、さっきさん、こんにちは、ありがとう男だろう、いや男だろう。あーでもいいね、やっぱマッサージはね、ちゃんとちゃんとするべきですね。いやあのね、左がやばいんよ、左足裏がね特にやばいんよ、左がね、左が半端ないんよ。うー、でも結構足先メインな感じのコースにしてるんですけど、ティオさんこんにちは、ありがとう。そう、左がやばかったのかも。うわー、痛い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 ねんな、痛いねんな、痛いねんな、痛い痛いねんな。あ、来る？そう来る？そう来ます？あ、でもなんか慣れてきた、慣れてきたっぽいぞ。急に急に急に慣れてきたっぽいよ。なんか超えたね、なんか何かをわ、全然いけるか。もうほぐれた説、ほぐれた説あります。これは。うん。慣れたね。うん、やっぱちゃんとほぐされてるってことなんだろうな、日々やれば。そういうことだ。
うん、ほぐれた気がする。フィクション、フィクションリアクション、マスクさんこんにちは、ありがとう、お疲れ様です。昨日さ、久々に目がムスカだった。久々に、なんでだろう、なんかね、目がムスカだったよ昨日。それも左なんだよね、左目、左半身やばいかもな私。痛い、会いたくない。左目に力入ってんのかな、左に、すべての左に力んでんのかな、左側が。痛い、会いたくない、なんかそこまでなんかピリッって感じ、ピリッピリピリッって感じですかね。みはるさんこんにちは、ありがとうございます。ひろさんこんにちは。これ完全にほぐれたよ、いけた多分。いけましたね、いけちゃいましたね。こんにちは、ありがとうございます、どうも、ありがとうね。指姫さん、チュルチュルさんこんにちは。終わっちゃった、終わっちゃった、ふう、はあ、解放された、解放されました。解放、すっきりすっきり、ああこれちゃんとするべきですね。大事だ、10分15分とかなのかな、1コース。
終わりましたよ、マッサージは。無事。無事終わりました。生きて帰ってきました。ちゃんと呼吸をね、忘れなければ乗り越えられます。あと私も北終わった後配信しますね。うん、夜に。うん、昼休憩ありがとうございました。確かにそうだね、大倉さんどう過ごしたんですかね。メールもぜひ。登ってたのかな。お疲れ様です、ありがとう。一人で登山家になってたのかな、ありまさかりちゃん。登山家そこに高尾山があるから登ったのさって。なんかさ、高尾山のそばにさ、トリックアートの施設みたいなのありません？
ね、あるよね。私そこ行ったことあるんですよね。ずっと遥か昔遥か昔に。超楽しかったよ、遥か昔。すごい楽しかったよ。でもトリックアウトね、私好きなんですよ。トリックアウト好き。トリックアウトがもともと大好きで、でもあんまりなんかそういうトリックアウトの施設とかあんま行ったことなかったんですよね。でもめっちゃ楽しかったよ。おすすめ。おすすめです。そこ楽しいです。結構楽しめます。天狗伝説、天狗がいるの。天狗、天狗ってなんかそんな怖いのかなってイメージ。鱗滝さんね、鱗滝さん。鱗滝さんいい人だからね。だから天狗のイメージも、天狗の好感度爆上がりですよ。ああ、どっちの縦線が長いってあるよね。どっちも実はどっちも一緒みたいなね。そう、なんかそういうのもいっぱいあったよ。怖くはないのか。天狗への好感度、好印象。天狗ってもともと何、人間を食べるみたいな感じだっけ。もともとは恐れられてますよね。さあ、ママさんこんにちは、ありがとう。ああ、まあね、旦那鼻長いの、鼻が長いってのはね、確かに。
そうそう、ランキングね、読んでいきます。助けてくれんの、え、じゃあいい人じゃん。13位がテンさんです。ありがとうございました。おめでとうございます。そして12位がハンジヒさんです。ありがとうございました。おめでとう。そして11位がモモです。ありがとうございます。ありがとうございます。10位がチェロンさんです。ありがとうございます。おめでとう。そして9位が、ゆるい人々です。ありがとうございました。9位。そして8位がおまめさんです。ありがとうございます。めったね。7位がおさむさんです。ありがとうございました。イイ。そして、6位がほわさんです。ありがとうございました。おめでとう。 ありがとう、うん、ありがとうね。マッサージ聞いてない、聞いてない、聞いてない。5位がひのにゃまるです。ありがとうございました。うれっとん。そして第4位が、タスクです。ありがとうございました。おめでとうございます。あ、お昼、ありがとう。下北、うん、楽しもうね。お昼もありがとう、来てくれてね。第3位が AK です。ありがとうございました。おめでとうございます。そして3位がああ久々の休み、あ、そうだったんだね。トレーニング行ってらっしゃい。ほいとん。うん、またね。ありがとね。またね。そして第2位が、たまです。ありがとうございました。第2位、たま。下北ね、楽しみに待ってます。私もね。ありがとう。そして、1位がひかるです。ありがとうございました。おめでとう。マッサージ、もう慣れちゃったよ。ほぐれた、ほぐれた。もう痛くないから、うん、ありがとうございました。またね、来てください。パチパチ、ありがとうございます。それでは明けおめ、それではね、また下北で会いましょう。夜配信はその下北の後です。ありがとうございました。バイバーイ。午後もファイトー。